日が昇る前に山の頂上に着かなくちゃいけないんだろ。大丈夫、間に合うわよ。ユミ、ケンタ君、桃子はこれじゃ歩けないよ。君たちだけで頂上を目指してくれないか。 奥様、もうすぐだて。坂門レッツゴー。国水、もっとゆっくり。奥様、宝石だよ宝石。あたしら大金持ちになれるんだ。キャモ、
私宝石なんかいらない。あ、そう。ほな、それなら。国光、待ちなさい。命令です、待ちなさい。言うこと聞かないとクビですよ。へへんだ。こっちからやめてやら、バロ。国光。あ、袋小路さん。ユミ。とうとう追いつかれてしまったか。しかしな、銀色の雫はオラのもんだぎゃ。よ、な、何を考えとるんじゃ、あいつは。これ以上先には行かせんばいって。コニミズ、何するの。袋小路さん、ユミちゃん。袋小路さん、早く早く。やっ、パンダの水滴で寝かよ。まあ何でもいい、とにかく持って帰るべ。誰か卵泣かして売りつければいいのしちゃ。だあ、助けてくれ。あ、助けて。私の言うこと聞かないからよ。虫に食べられてしまえばいいんだわ。助けて。奥様、助けて。国光、国光、今助けてあげる。ユミ、さっきは悪かったずら。この中に銀色の雫が入ってるキャーも、これを早く花の女王のところへ。国光さん、ユミちゃん、僕たちが虫を食い止めてるか。早くしないと花の国が滅びてしまう。頼むよユミ。雪が激しくならないうちに。ねえ、そうじゃ、花の女王のところへ銀色の雫を届けるんじゃ。私もしフラワータウンに帰れたら、きっと花のこと好きになるわ。そのためにも花の国を滅ぼしちゃなんねえだ。お願いしますユミ。さあ早くユミ。うん、光のライン描けた、1、2、3で願いが叶う。
ができました。ユーミン、いつまでもいつまでも花を愛してください。はい。戻ってくれたんですね。よかった。柵に水、うちへ帰りましょう。はい、奥多摩。お花もたっけじるんじるん。なんだか花の国にいたのは夢みたい。ええ、これユミちゃんにもらった花の種。おお、綺麗な種じゃの。そうじゃ、わしのうちの庭に植えとこうか。あそこはよく日が当たるぞ。うん、ユミちゃん行こう。フラワートーンって綺麗な街。あ、キシメル、カキメル。ユミ、私たちはこのまま花の国に残ります。妖精はさ、人間に存在を知られちゃいけないんだよね。だからさようなら。オイラもさようなら。どうしてさようならなの？また会いに来るよ。その時までさようなら。Sweet.